してこっちしてみたいな感じで、両方とも違う色にしたんですけど、なんかやっぱ違うなと思って右に合わせたんですけど、なんか TikTok とかインスタとかいろんなのを見て、ちょっとここのね横にめっちゃ今ないやつもあるんですけど、ここにいっぱいメイク道具があるんですよ。でそれを使ってこんなんとか、まあ、いっぱいあるんですけど、そう、なんかアイラインもいつもと違うやつを使って垂れ目にしました。でマスカラもいつもと違うやつ、もがめ担々麺美味しかったよね。めっちゃ美味しかったんです。でもなんかちょっとピリ辛だったんですけど、私にはめちゃくちゃ美味しかったです。で前髪のうねりがね治らなくて、本当にひなちゃんがはんちゃんとのピリ辛、あ、見た、本当に嬉しかった。使い、いや、なんかね、結構ねここにもすごいね、あるママと共有のだからめっちゃあるんですけど、今日ママが新しく買ってくれたやつも含めてもうめっちゃありますね。もう箱が 1,2,3,4 つあります。そう、ママと私のは共有なので、はい、担々麺はね天神のねソラリアにある、ソラリアプラザに、ソラリアにあるね、なんかなんていうの、星のコーヒーとかある階にあります。なんか新しくできたところで、なんか小籠包とか、そう、なんかあれは辛かったんですけど、あれは私いけるやつです。辛いの苦手なんですけど、あれはいける。でもね、辛いのはなんかめっちゃ辛いやつは苦手だけど、まあまああんま辛くないやつは食べれる。あとね、なんかこれもね、なんかだいぶ前っていうか、なんか前にね HKT 入る前に買ってたやつをなんかあんま使ってなかったので、今回使いました。で久しぶりにビューラーも使いました。そう、なんかこうしてなんかね、はい、そうです。あとなんかディオール結構ね、あるんですよ。あるんですね。あとは皆さんにいただいたこれを今日使いました。たこ焼きパーティーなのにウインナーとか入れました。あ、こう、あ、待って、やばい、電波が悪かった、少しちょっと電波悪かったので変えました。今度はんちゃんアクスタと食べに行く、行ってらっしゃいってか行ってみてください。本当になんか小籠包、おすすめはなんか小籠包とシューマイが入ってるやつがあるんです。それプラス担々麺が選べるセットがあるんですよ。でそれがおすすめです。お気に入りはね、なんか今日これね、ねねさんにもらったんですけど、いただいたんですけど、これを今日使いました。お気に入りか、まずね、まずこの下地このね下地が本当になんか、これもう2本目なんですけど、すっごいいいんですよ。なんかね、本当崩れないんですよ。だからいつもパジャドラとか前座とかあるときはいつもそれ使って、高焼きパーティーの下り24日のパジャドラ申し込み、そう、24日皆さん楽しみにしていただけると嬉しいです。
日のお休み申し込みできて、あとは当日を迎えるのでありがとうございます。ひなたん来て、ひなたん来てる、なんでわかるの。ひなたん、ひなたん、え、いる、いたらコメントくださいな、くださいな。なんか黒とし、そう、なんかね、これは前からあったやつで、なんか一、まあ、回ね、まあ、配信で来たかもしれない、わかんないけど、小籠包、そう、なんかそれ用のスプーンがあるから大丈夫です。あ、そう、これなんかね、これね、なっちゃんにもらったんですけど、これがね、ほんとおすすめです。このこれ、この色を今日使ったから、これおすすめで、これもこれね、多分クリオのやつです。うん、こんだけかな。あれでもな、わかんない、おすすめだよ、おすすめでしょ。あ、これかな、と、これか、これなんか涙袋とここにかけるやつがおすすめです。これはエジュードハウスです。はんちゃんのメイクポーチをなんかね、こういう、なんて、なんか見せれるやつある、なんかこういう、こういう、なんていうの、100均で買えるようなこういう収納のやつをメイクポーチの中に入れて、あの、これはここみたいな感じで入れています。6月28日お誕生日だから、お祝いしての、お祝いします。たんちゃんタコダメな、そう、なんか、うん、ちょっと食べれない。テレメン、なんかこの前まではなんかこういう釣り目だったんですけど、なんか垂れ目の方がいいかなと思って垂れ目にした。で、ちょっと今日ピンセット使ってないんだけど、タバカになったのがびっくりした。24日のパジャドラ誰出る、24日、ココッペの生誕かな、まだわかんないです。私もその服見たことある、やっぱり。パジャマダライブ24日出演者は昨日で、あ、昨日出たんだ。鏡はどんなやつ、鏡はくるみちゃんのやつ、これなんかいとこにもらったんですけど、これを使ってなんかパカパカって開いて、ここポチッと押したら光るやつです。はんちゃんメイクボックスでかくてなんかね、本当にいろいろ、あ、これもいるみたいな、日によって入れるのが違うんですけど、なんか、あ、これもいるかも、これもいるんやったみたいな感じが多い。ひなた16位に、16位結構上だな、え、あ、順位で見た方が早いね、16。あ、本当だ、23位にいる、すごい、おめでとうございます。あ、そうか、コッペの誕生日が24だから、コッペの生誕祭が25だ、そうだそうだ。目元はピンク、目元はピンクかも、ちょいピンク。24日パジドラ申し込んだから、申し込んだから当たるように祈ってて、当たりますように。イカもなんか美味しいんですけど硬いので、
リップ紹介、リップ紹介やってないね。でもなんかリップはなんか時々違う。でもねこれねリチャキにもらったんだよ誕生日に。これね誕生日にリチャキがこれ私も使ってるからお揃いって言ってこれもらった。でこれはなんかねこれみんな持ってるからちょっとなんていうのこれプリキュアにしてるんですけど、みんなと混じらないようにちゃんと私のって分かるようにここにね、あ反射してる見えないけどここにねプリキュアのシール貼ってる。あとは指原さんのこれなんかこの2つ。花ちゃんがこの前配信で輪ゴムをつけたまま、え輪ゴムをまつげにかけ、えすごっ。何歳からの、わかんない何歳だろうな。でもね小3か小2ぐらいから自分でやってみてたけどママにやってもらったみたいな感じ。自分でするのは小4か小5ぐらいからかな、覚えてないか。あんちゃんのいとこいないかハンがなんか、え本当だ、なんかね最近本当に、ね、粘着力がないんですね。こっち落ちませんように。6月2日目撃者リンゴ楽しみにしてます。ありがとうございます。梅雨かな、梅雨わかんない。でもなんか最近天気でもね今日はすごいね天気が。ザーちゃんの前髪カットしてる姿見ためっちゃ可愛かった、似合ってた。目撃した公演パジャマドライブとか、そうだね変える予定です、ちょっとだけね。だよね、後ろの番のうなにちゃんとハンナになりました。ハンちゃんパックとかするしますね。なんか運動会の後とか公演後はパックしてます。シールちゃんそうなんかちょうどいいサイズのなんかつけたいなと思ってつけた。これなんだ、だんだんメイクが上達するそうなんか時間があったらやってますね。いつかまつげパーマセット、いやなんか一回この前まつげパーマをしたんですよ。そうでもなんかすぐ落ちちゃって今もうなんかビューラーをしてます。6月はついに成人したプリキュアが通す、すごっ。成人申請進化したってこと。今度の日曜日の昼公演見に行きます。昼3ん今度の日曜日でしょ。いつだ、ちょっと待って、4日かな、4日だの昼公演だからパジドラだ。この前と違うガチャガチャリングつけていくね、ポケモンとか。お楽しみにしてます。そろそろツル降ります。よいしょ。はんちゃん今日は雨降らないうちに帰れたのでよかったです。でも天気悪い。6月2日担々麺食べる、そうめっちゃおすすめ。なんか小籠包も美味しかったけどやっぱシューマイが美味しかった。そう
カラオケ配信見たいとか。オッケー、じゃあ6月2日終わってからやりたいと思います。18歳の大人プリキュア。すごい。やっぱ前松パシズ、なんかなんて言うんだろう、どのくらい前、なんかパジャダラしてる時になんかママからビューランのなんか上げ方がおかしいみたいな言われて、でなんかまつげパーマしたらもうビューランしなくても楽になるから一回やってみるみたいな言われて、で、あ、じゃあやってみるみたいな感じで、でマツパして、でもまたすぐ落ちちゃってみたいな。まつげ美容液もしてます。春巻きもあるんですけど、2人ともりなさんも私も小籠包と担々麺でお腹いっぱいになっちゃって、もうお腹いっぱいだねってなって、その後プリクラ行ってスタバ飲みました。シューマイからつけないですね。つけなくても美味しい。皆さんも目撃者だよね。本当に目撃者むずい。マツパ最近はやっぱり前ですね。でもなんかもう一回やりたいなって思うんですけど、あ、待って、あれ、あ、2回か、え、なんかやっこない、1回か2回どっちか多分2回。メイクママさんに、なんかママがなんていうの、このメイク道具をおすすめしてくれて、それママが買ってくれて、その使い方を動画で見てやってみてます。いつもチームクイーンになったらキャッチフレーズ変えますか？え、キャッチフレーズは変えないです。普通の ビオロのスタバのテラス席にギター弾いてる人いたって聞いて、ハンちゃん遅れてて、え、そう、なんかいたんですよ。え、ほんとびっくりした。どうしようか、食べてみます。なんか私今気になってるのが、なんかシェイクうどん、見てみたい、あ、食べてみたい。31抹茶美味しいよね。抹茶きな粉、なんか抹茶きな粉とバナナ&ベリーみたいな、バナナ&ストロベリーがおすすめ。チャットもおでこ出してるとか、反対、そう、なんか帽子かぶってるとすごいなんか暑い時もなんか吸ってくれるんですよ。だからその自主練してた時だけ帽子をちょいかぶりでもなんか取って外して、あの時はもう前髪がね、うねりすぎてやばかったから隠しで帽子かぶった。こちら完成です。そう、隠しましたね、必死に。なんか普通にシェアしてもよかったんですけど、なんか食べれるよねみたいな、結構お腹空いてるしみたいな感じで、丸亀、そうそうそう、スタバで、え、どんなもの、なんかね、どんなんやっけな、なんかね、わかるんですけど、なんかすごい口ずさんでる感じで、ちょっとあんま聞こえなかったんですけど、なんかこんな感じで、なんかこう持ってじゃない、ちっちゃいな、ちっちゃいなみたいな感じで、すごいめっちゃちっちゃい声だったんですよ。で、ちっちゃい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 みたいな、すごいちっちゃくて声が。
公園用に、パズドラの好きな石、ご機嫌な、天使の尻尾。チャットの動画これだって、いや普通に座って撮りました。はんちゃんギターのおじさん話して、はんちゃんのデタラメウクレレの話してあげる。おもろ。はんちゃんのニュー、きつねうどんとカレーうどんが好きです。今仕事終わってこれから帰る。お疲れ様でした。お疲れ仕事。弾いてる人お客さんです。普通にスタバ飲みながら。バナナストロベリー今度食べてみる。食べてみてください、めっちゃ美味しいので。本当に美味しいんですよ。クロちゃんとククラマーさん、かわいい、ありがとうございます。コテッチャンハートありがとうございます。ランニングマン音符ありがとうございます。焼き玉エンジンさん、お花ありがとうございます。クロちゃん黒いハートありがとうございます。福岡のゼロさんと、クロちゃん、福岡のゼロさん、黒のタコたくさんありがとうございます。クロちゃん、黒のハートありがとうございます。福岡のゼロさん、黒いタコありがとうございます。クロちゃん、黒いだるまありがとうございます。ランニングマン、黒いだるまたくさんありがとうございます。雪玉エンジンさん、黒いだるまたくさんありがとうございます。ビーバーさん、黒いタコたくさんありがとうございます。液玉エンジンさん、黒いハートたくさんありがとうございます。ランニングマン、黒いタコありがとうございます。サトシさん、アイスありがとうございます。ピエロとか、そう、入った瞬間めっちゃ、やばおしゃれみたいななって、びっくりした。本当にな、んていうの、ここが入っちゃう。藤子くん、どんやっけな、どんなやったっけ。あ、はんちゃんはあのカメラマンやけん、撮ってどんなんやったっけ。あそこのスタバおしゃれな中だったらでもなんか外の方が、最初はムシムシしてたんですけど、普通に座ってたらすごい風が気持ちいいかなった。ストロベリーフラペチーノはシラスとかカニック追加。そんな追加できない。ハチミツ追加ごし、そんな、ちょっとカニック、オッケーオッケー、飲みます。そんなあるんだ、全然知らなかった。なんかいちごフラペチーノあるなと思ってたんですけど、なんかチョコチップとチョコソースの増量しか知らなくて、あのなんていうの、付け足しが。あ、そうだ、クエネ友達にもらったクロミちゃんのね、これはリップ、いい匂いする。もう15分経ったよね。経ってるか、さすがに、経ってるの。そう、なんかめっちゃ初期に買った、あの一番ね、初期に買ったやつがこれ。もう一番初めに買ったやつ。でもこれともう一個あるんだけど、今ねない。サーティワンキットカット、これ、やば、あ、立ったね。もしかしてチャーハン分全員もの。でもなんか昨日、この前びっくりしたのが、私なんか帰ろうと思った時に後ろ向いたらリチャキがいて、わーってなって、そう、幽霊部員だと思って、面白かった。本当にあのリチャキのなんかリアクションも面白すぎて。メイクに詳しい、メイクに詳しいでしょ。そうだな、でも普通にあのうまい、自分的にうまいな、あの私うまいなと思う人が、ななかちゃん、めっちゃまつげ上がってるし、ななかちゃんうまいと。本当に下地とかもやばくてうますぎる。
そう、リンリンリンカがいつもまつげとか教えてくれるから一番はリンリンリンカです。あの昨日この前の一緒のパジャランの時も、はい、ここはこうやってやりますみたいな感じで教えてくれた。ココッペのモノマネです。どうやっけな、なんかねココッペすごいあるんですよ。あ、もう一つはあのココッペって言ったふざけて、え、何みたいな感じで面白いんです。なんかえみたいな、ふざけてそういう会話をしたり、二人でハンナやめてっていちいちあの私のママの真似をするんですよ。そう、なんか私のちょこちょこ私のママのあのモノマネをココッペ言うんですよ。そう、あの私のママとココッペすっごい仲良くて LINE もしてるんですよ。そうだからすっごい仲いいんですよ。では6時になったらランキング読みます。6月2日ママさん来る、ママ来るって言ってました。家族で行くみたいです。はんちゃん部屋でジュース大丈夫？部屋ではお茶です。ユエルが知ってたママの、そうユエルさん面白かった。ママさん人気で劇場マイク。もしかしたら。あ、待って、これね、これね、めっちゃ使ってる。本当に早くジュース買い、でもね、ジュースは飲みすぎるとダメなのでまあいいかなみたいな。そう、飲みすぎると。ラモさん黒いハートありがとうございます。カササ黒いタコありがとうございます。今日はちょっと昨日は目撃者一日中やってたので息抜きに。ではそろそろランキングを読みたいと思います。では10歳から読みます。10歳眠たいさんありがとうございます。12位中山にあったさんありがとうございます。11位みんなミクさんありがとうございます。10位ドヒエさん、ドゥヒエさん、え、ドゥヒエモンさんありがとうございます。9位ヒロさんありがとうございます。8位ホワイトポンドさんありがとうございます。8位ホワイトポンドさんありがとうございます。7位コテッチャンありがとうございます。6位ヨシありがとうございます。5位焼き玉エンジンさんありがとうございます。4位クロちゃんありがとうございます。3位アルさんありがとうございます。2位ブラッドダイちゃんありがとうございます。そして1位はハンチャガチャ福岡のゼロさんです。ありがとうございます。ヤクルトガチで毎日ガチで飲んでます。本当に毎朝、まあ、でも毎朝飲むときと朝飲むときと夜飲むときがあるんですけど、なんかちょっと髪が、アイロンすればよかった。はい、ではちょっと今から目撃者したいと思います。では終わります。では今日は来てくれてありがとうございました。5、4、3、2、1、バイバーイ。